はい、それでは第2試合で判定勝利となりました松本天心選手のインタビューとなります。おめでとうございます。ありがとうございます。試合終わっての率直な感想をお願いします。とりあえずはこの試合は絶対勝たないといけない試合だったので、まあほっとします。前回の試合が負け黒星だったんですけど、さすがに連敗できないという感じですか。そうですね、やっぱその連敗っていうのは怖かったです。怖かったですね。今日あれですか、ね、ちょっと試合は緊張したりとかしましたか。あでもいつもよりはアップとかもとリラックスして動けたんですけど、やっぱ 51.5 になると1つ階級下がったんで、試合前の練習がちょっとあまりいい動きできなかったりとかあったんで、それはちょっと不安でした。51.5 でやってみてどうでしたか。試合自体は53の時はやっぱ自分より体格がでかかった相手が多かったので、まあ、そのところはやりやすかったです。今回相手の選手印象いかがでしたか。コーチの選手、まあ、やっぱりその試合動画見てたんですけど、距離がちょっと遠いかなと思って、まあ、対面してみたら、やっぱ想像通りやっぱ遠くて、そのまあつなぎの練習しとったんですけど、まあ、少し出せたからよかったなと思います。試合勝てたポイントって言ったらどこだと思いますか。自分の中で鍵になったところって。あ、やっぱり少しパワー差はちょっと感じましたね。組んだ時とか自分の方がパワーあるなと思ったので、そこは組み立てもしやすかったです。タイトルが 51.5 を新しくできたじゃないですか、はい、チャンピオン、そこって目指しますか。やっぱもちろんそのトーナメントに出てる選手もそのベルトのトーナメントに出てないベルトに近い選手も今からどんどんやっていって、少しでもベルトに近づけるように頑張りたいです。それでは今後の目標を改めて教えてもらっていいですか。今後は、まあ、初代チャンピオンにはなれないんですけど、2代目、3代目とチャンピオン、新しいチャンピオンが出る前に僕が少しでもチャンピオンになろうと思います。新しいチャンピオンっていうか初代ができた後にすぐにもうベルトを取れる自信ありますか。まだ自信はあるって言いたいんですけど、まだやっぱ正直なところ実力があるんで、まあ、気持ちは誰にも負けてないんですけど、もっと練習していろんなことを吸収してチャンピオンになって絶対にチャンピオンになります。ありがとうございます。では最後に、ファンの皆様に今日のメッセージをお願いします。はい、いつも応援してくれてありがとうございます。これからも精一杯また応援お願いします。ありがとうございます。では以上で松本天心選手のインタビューを終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。